KH-55 は、ソビエト連邦のラドゥガ設計局が開発した、ソライチミサイル。西側諸国においては、アメリカ国防総省識別番号としては AS、AS-15、NATO コードネームとしては、ケントと呼ばれた。1976年に開発が開始され、1982年に、S、S-95MS に搭載されて収益。同年代に開発され、 世界的によく知られているアメリカのトマホーク、巡航ミサイルやエイジム -86 の影響を少なからず受けていると見られており、それらは外見や弾頭の威力、射程などから伺うことができる。通常はツ、ツマイナス95やツマイナス160といった戦略爆撃機に搭載され、戦略核兵器の運搬手段として用いられる。ツマイナス95の場合、 機種にもよるが爆弾層内6連ロータリーランチャーに6発、外部に10発の最大16発程度を、つまりナス160では12発を搭載することができる。発射されると、胴体中央の主翼と、胴体尾部の尾翼と進展式フェアリングと、胴体尾部内に収納された引き出式のターボファンエンジンを展開し、エンジンポッドを下側にした状態で推進する。 500kg の通常弾頭型の高く弾頭型は2 0 0キロトンの威力を持ち、射程は約 2500km である。また、潜水艦発射型及び車両による地上発射型も開発されている。ソビエト連邦をロシアウクライナイラン、ありがとうございます。